鈴木ア目は、鈴木目に所属する魚類の分類群の一つ。魚類で最多の約1万種を抱える鈴木目の中でも、最大のグループで、3条か79かのもとに少なくとも549族3176種が含まれる。鈴木ア目は鈴木目に所属する20ア目の中で、最も大きな一群であり、鈴木目全体の3割以上の魚類が記載される。 鈴木木に含まれる百六十科のうち、約半数に当たる七十九科が、本屋木に所属する。三条科に細分されるが、赤立ち条花は、赤立ち花のみ、セルイトイデア条科は、高野葉大科、ゴンベ科など五科だけを含み、残る七十三科はすべて、鈴木条花に分類される。最も多くの魚種を含むのは、科で、天軸大科がこれに続き、イカニベ科、ペルカ科。 イサキカ、アジカ、チョウチョウウオカ、メギスカ、タイカ、フエダイカの順に大きなグループとなっている。これらの上位重科はいずれも100種以上を含み、合計1965種は鈴木アモク全体の62%を占める。その一方で26カは一族のみで構成され、そのうちスギカ銀カガミカなどの重科は一族一種の一重型となっている。 鈴木阿目の魚類はその多くが海水魚で、純粋な淡水魚はおよそ380種に過ぎず、その半数はペルカカにところ属する。鈴木阿目の魚類は、形態の多様性が著しく、すべてのグループに共通する点を示すことはできない。原曲器上目や骨表上目など、貝の新骨類と比較した場合には、むね以下の表に示すような形態学的特徴を上げることができる。 これらの特徴の多くは、極基上目の他のグループにも共通するもので、本亜目に限られた形質ではない。また、あくまでも一般的な傾向であり、例外も多数存在する。鈴木目をいくつかの目に細分する分類法もあり、その場合にはここに挙げた鈴木亜目か、それに近い形のものが鈴木目となる。鈴木類という表現も使われるが、これは鈴木属。 鈴木か、鈴木ア目、あるいは鈴木目全般と様々な範囲に対して用いられる。本校では、ネルソンによりまとめられた鈴木ア目の体系を扱う。鈴木ア目の分類基準となる形質には二次的な変異や対価が多く入り混じり、解分類は不確定なものが多い。それぞれのトガをどの亜目に含めるか、また、鈴木亜目内部における可動詞の分離、 統合が盛んに検討されており、以下に示す体系は暫定的なものに過ぎない。鈴木城下パーカーイディアは73回524三3084種で構成される。セルイトイディア城下は5か21七73種で構成される。赤たち城下セブルイディアには赤たちかのみ1か4属19種が所属する。ありがとうございます。